強いものはどうでもいいです。弱いものの味方、本当に子供相手にめちゃくちゃ物投げてたけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい。あれや、生まれた。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。来た来た。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。女の子でした、はい、顔はイメージ上で。女の子。え、初めてよね、多分。子供生まれたの。え、違うんかな、イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。まあ、そこは自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、うん、私のアユナと夫のケイスケから取ってケイナにしようと思います。ケイナちゃんやって、なんかありそう。ケイナの大切に育てます。いい、ね、温かく見守ってやってください。そうしましょう。ケイスケとアユナの間にケイナが生まれました。なんかなかなかね、結婚してだいぶ経つけど子供生まれんねみたいなことを言ったような気がしなくもないんよね。どうしてもケイナが泣きやんで。うわー、めっちゃ泣いてる。助けてくれませんか。超泣いてる。子守を引き受けましょう。ありがとうございます。ふんふん。ケイナ、アユナのそっくりさんだよ。さあ泣きやんでくれ。最近ね、マジで赤ちゃん全く泣きやまんきね。お、いい感じなのでは。え、全然ダメやん。泣きやんでくれー。なんなんやろう、今、お、今までと何が違うんやろう。そんなになんか違う？でもこんなもんやった気がするんやけどな、前から揺らし方。もうちょいだけ頑張ってみよう。お、あ、いけるような気がしてきた。泣き止んだー、泣き止んだよ。ほら、もういいんじゃないかな。いやー、ほら。時間が経ったら不機嫌になるけん、ほらほらほら。そろそろミルクの時間じゃない？おい。うわー、ねえ。そろそろミルクの時間ですね。ケイナの機嫌も随分良くなりました。機嫌治ってくれたよ。よかったよかった。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれをあげます。実用品フライパンをもらいました。ありがとう。お、なんだ、まだ何か。誰か。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい。何？実は、あ、ここも子供か。生まれました。うんうん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？二組か、子供。そっか。なんかまたベビーラッシュが来そうな感じがって言ったっけ。どっちも嬉しいです。女の子でした。女の子。顔はイメージ通りでしたか？ふんふんふん。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。一択ん要素強い気がするけど、自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、私の R と夫の一家から取って ER にしようと思います。 ER 前にさ、なんか ER っていう子おらんかった、子供。ER もおったよね。育てます。多分男の子やったと思うけど。私守ってやってください。え、今回男の子女の子どっちって言った。女の子って言ったんかな。はい、それじゃあ、マンション見てこう。やっとや。お、ハートマーク。ちはやさんは相手、おったよね。子供？切ない。子供や。やっぱり、ベビーラッシュがやってくるよ。と想像したりします。ふんふん。いいと思います。ですよね。次はここに生まれるのか。実用品フライパンをもらいました。めっちゃ何個もフライパンくれるな、みんな。まあね、すぐ錆びついて交換になるかもしれんけん。錆びついて？焦げついて？かな？そっちの世界のうちも。まあ気をつけて使えよって話やけど。きっと元気だと思います。それじゃあ、すき焼きを。どうぞ。いただきます。美味しそうだな。がっつりだな。がっつりがっつり。お、超大好物来た。これでじゃあ、あともう苦手なものが出たら揃うね。
全部埋まるね。よきよき。うまーい。うまい。超大好物だったようです。おー、超大好物、大好物、すき焼きグラタン。確かにどっちも美味しい。すき焼き食べたいな。はい、小花柄のキャミワンピ。どうぞ。服、小花柄のキャミワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。うちからのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、なんか友達マーク多かった気がするんよね。ん、なんかりょうたくん来とった、今。あ、いいね。ラブラブだね。ちょ、子供生まれるけんさ、ちょっといたわってあげて。え、なんか2組ぐらいは喧嘩あるんかな ?3 組?うわ、めっちゃ喧嘩してた。ちょちょ、みくるちゃん。大丈夫か?めっちゃイライラしてる。うんうん、見てたよ今。奥くんって最近入ってきた子供じゃないのか。仲直りしてくれ。それじゃあそうめんで踊ってもらおう。そうめん、そうめん、はい、どうぞ。ほいほい、どうすか。お、そっかそっか、王じゃないわな。踊ってもらうって自分が言ったんや。いいね、ちょうどほらアイドルの服着とるし。いい感じに。行ってらっしゃい。プンプンしてるな。さあ仲直りしてくださいまし。この間はごめんなさい。お?こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。もう身長差もね、きっちり大人と子供って感じやし。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップー。それじゃあ、もうちょっとアイドルじゃなくなってしまうけど。お嬢様ワンピ。いや、一気に雰囲気変わる。はい、どうぞ。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。めっちゃ雰囲気変わった。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。私はいつでも弱い者の味方です。強い者はどうでもいいです。弱い者の味方、本当に子供相手にめちゃくちゃ物投げてたけど。はい、それじゃあ、ここもてっからさん入ります。大丈夫か。もう怒った。怒った。どうしたんだい?たっくんと喧嘩しました。うんうん。こちらも見てましたよ。仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。ちょっと待って。ブランコで風になろう。はい、どうぞ。ちょっと天井からぶら下げてみます。うんうん。斜めに押されたらちょっと怖いよね。落ちそう。どう?いい感じ?楽しんでる?強く。ちょっと斜めった。ちょうどいい感じ。お!上手。でもあんまり強くしたらさ、なんか反対向きにひっくり返りそうな感じするよ。大丈夫そう?ああ。今。風になった気分です。ふんふん、気分が落ち着きました。落ち着いたならよかったよ。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。
さあ、仲直りしてください。どうや？この間はごめんなさい。どうすか？こちらこそごめんなさい。うん、よかったよかった。二組目もちゃんと仲直りしたね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。この前、飛行機が飛んでるのも見ました。まあ、飛行機が飛んでるのはね、そこまで珍しいことでもないけど。夢干し。どうぞ。いただきます。ひえ、梅干し。見るだけで酸っぱいよね、なんか。美味しくなかった。苦手やった。まあ、梅干しはね、苦手な人も、まあ、おるよね。もうあれか、友達マーク一つだよ。おーっと、なんか今日荒れてるな、マンション。めちゃくちゃ荒れてるな。なんか、なんだろ?3組とも、投げ合いの喧嘩を。リボちゃんと喧嘩しました。うんうん。腹が立ちます。落ち着いて。仲直りしてください。じゃあ、この間は進めてください。それじゃあ、かき氷。どうぞ。いただきます。うんうん。すごく美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。はい。さあ、きっちり仲直りしてください。この間はごめんなさい。どうや。こちらこそごめんなさい。ふんふん。よかった、ちゃんと3組とも、きっちりきっちり仲直りできたね。うまくいきました。仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。ん？なになになに？ミーニュース。ニュース特報です。ほい。島中中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 7000個も解決してくれました。いや、やばいよね。何者なん、そっくりさん。もはやただの管理人とかではないよね。住人代表ミメガ、ありがとう。西山がお伝えしました。はい、ありがとう。さあ、それじゃあみんなに募金を募ります。感謝状をもらってすぐにみんなからお金を巻き上げ出すやつ。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そしてミーニュース、まあ、さっき一応ね、臨時ニュースみたいなのはあったけど、こっちは通常のニュースで。お、黒影さん誕生日や。誕生日も迎えました。ふん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 。あゆなしのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。おめでたいね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。家族が揃っている。ハッピーバースデーリア黒影。ハッピーバースデートゥーユー。めっちゃ父親のこと呼び捨てやけど。おめでとう。おめでとう。ありがとう。
マジのみに聞きました。黒影さんにとって素敵な一年になりますように。お、きっちりしたコメント。今日の主役は黒影さんに譲りますの。何様なんだ、はい、どこから目線なんだ。さまざまお伝えしました。ありがとう。朝一か。こっちは友達クエスト？マジックショーか。なるほど。はい、朝一見てこう。おいしい水道水だよ。おいしい水道水。商売になるのか。商売一杯27円。どうなんやろ、お得なのか。わからん。実用品催眠術セットをおまけしてもらいました。自分家の水道ひねった方がいいんじゃないかな。なんか特別な水道なんかな。わからんけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、めっちゃくちゃ多かったね、喧嘩。びっくりするぐらいなんか物騒やった今回。